ードを選んでください。できたら、スレイヤー敵の強っ。他で今日はどのシナリオ準備はいいか。いろんな遺憾のこのイラクーラー、これらの伝説、悟空が伝説のスーパーサイヤ人。オッケー。海王神でないものに対する合体効果は1時間しか持たないのだ。っていうことは1時間が凄むだな。くそ、1時間耐えてやる。ほらよベジータ、1時間耐えてやる。何者だ。お前が一人になったから、こっちも一人になった。ベジータ、さあ決着をつけようぜ。またか、人間用またなのか。人間は常に神を模倣する。なぜだ。神が偉大なゆえか、神が美しすぎるゆえか。しかし悲しきかな、哀れぬべきかな。神が行えば善となることも、人が行えばこれにな悪となり、善となるのだ。さあ来いよ神様、おめえの理屈は聞き合った。さあ聞いてな。サーネは聞かぬぞ人間。おじさん、神の力はこれっぽっちだ。嫌がるな。あれ、おめえ痛えのか。不死身のはずだろう。そう、我は不死身だ。不死身の我に敗北はない。お前を倒し、すべての人間を消し去り、
永遠に汚れることなき世界の夜明けをもたらすのな。それはどうかな。もう不死身じゃねえし、人間をゼロにすることもできねえよ。合体した今、お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。お前は人でありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。これぞ神の務め。ああ言えばこう言うだな。ああ言えばこう言うだな。ああ、これも全て宇宙のため、世界のため。なり得るのかよ。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。滅ぶべし。見ろ、これが神だ。まだ1時間経っています。貴様か、こいつら。さあ、次は誰に助けられたんだよ。過去か、未来か。そうやって神の正義に背き続けるか。貴様ら人間はその弱さゆえに。俺は自分の弱さを私も食いもしない。そうか、みんなを助けるために戦い、みんなに助けられて生き延びてきた。それが俺だ。助け合って生きる、それが俺だって自分一人の正義に浸るお前に俺たちの意見